演舞開演。どうも、本日はこちらチュッパチャップスストロベリークリームを舐めたいと思います。さすがにもう開けるのにも慣れてきたかな。以前は普通のストロベリーを食べたことあるのですが、いや舐めたことあるのですが、これはどういう風に違うのかな。では舐めてみます。その違いは親戚のようなものなのでしょうか。なるほど、クリームが入ることによっていちごミルクのような味わいになるわけですね。飴なので口の中でうまく溶け合っていって、ちょうどいい感じにいちごミルクになっていて、とっても美味しかったです。たださっぱりというよりはちょっと濃厚なので、さっぱり気分を変える時よりも甘いのを堪能したい時に向いているかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。